2023年4月の上海モーターショーで、トヨタは前年に発表していた BEV 第2弾モデルの BZ3 を初披露した。今回、北京市郊外で、BZ3 の実車に試乗したベストカーウェブ編集部員がレポートをお届けしよう。トヨタと BYD、一機トヨタがコラボして開発。 トヨタ BEV 第2弾モデルセダンの BZ3 今のところ中国市場1000倍モデルとなっているさて今回中国現地で試乗できたモデルの中で特に注目していたのは今回紹介するトヨタ BZ3 この BZ3 トヨタ初の BEV である SUV の BZ4X に続いて 2022年10月に発表されたセダンタイプの EV だ。トヨタと BYD が合弁で設立した。BYD トヨタ EV テクノロジーカンパニー有限会社グテッドと、一気トヨタ自動車有限会社、一気トヨタが共同開発したモデルで、一気トヨタで生産、販売されている。 そもそも中国市場が世界最大の BEV 市場となっていることからトヨタと BYD、そして一気トヨタの3社がコラボしてトヨタのデザイン、生産、技術、品質管理等の分野から100名以上のエンジニアが参画し、BYD や一気トヨタのエンジニアと一体になった開発体制の下で生まれている。つまり、 BZ3 は当初から中国市場をターゲットに開発された BEV だということが BZ4X とは違うことがお分かりいただけるだろう。BZ4X を超える最長航続距離 600km をマーク。BZ3 には BYD のリチウムイオン LFP 電池リン酸鉄リチウムを使用をベースに トヨタが長年 HEV 開発を通じて、蓄積してきた電動化技術と経験を融合した電動システムを採用。その開発にあたっては、電、動車という三つの角度から、斬新な体験を提供することを目的としている。搭載されている電動システムは、BYD のリチウムイオン LFP 電池、 リン酸鉄リチウムを使用後をベースに、トヨタが長年 HEV 開発を通じて蓄積してきた電動化技術と経験を融合し、電池構造、冷却システム、制御システムと安全監視システムを新たに設計し、高品質で高効率、先進的でかつ安心安全な電動システムとしている。また、 電池の耐久性についてはトヨタの電動化技術により10年後でも90%の電池容量を維持することを開発目標に電池劣化抑制に努めているというその最長航続距離は 600km 中国 CLTC モードで 616km を超えており BZ4X が満充電 WLTC モード 4WD で最長 540km。FWD モデルで 559km であることを考えればかなりの実用性を持っていることがわかる。BZ3 は E-TNGA 採用による。低重心で優れた操縦安定性で意のままに気持ちいい走りを心情としている。ドライビングポジションは筋肉への負担が少ない姿勢とし、 遠距離運転の疲労軽減に貢献することで、運転をさらに楽しむことができるというものだ。走る、止まる、曲がるという走りの特性には、トヨタがこれまで80年以上の車作りの経験や、モータースポーツで培ってきたノウハウを活用、アクセル、ブレーキ、ステアリング作動特性を最適にチューニングし、 運転者にも同乗者にも気持ちのいい乗り心地を実現したという。空力的にも優れている BZ3。BZ3 のフロントマスクには BZ4X などシリーズの特徴的なハンマーヘッド形状を採用している。デザイン面では車両のフロント部に BZ シリーズの特徴的なハンマーヘッド形状を採用し、 BEV 専用パッケージによるロングホイールベースと、ファストバックのロングキャビンを組み合わせた伸びやかなサイドシルエットとなっている。また、ソリッドな力強さと抑揚豊かな断面の変化が一体となった全体の造形により、リニアなスピード感と流麗なエレガントさを表現。バンパーのコーナー部分には風の流れを考えたエアガイドとエアカーテンを強調し、 フラットなドアハンドルを採用したほか、アルミホイール。リアバンパー周りは空気抵抗を減らす形状とすることで、c d ね0.218という優れた空力性能を実現した。インテリアでは縦型の大型センターディスプレイを採用。それを取り囲むようにトレイ型のコンソールを一体化させており、デジタルアイランドと名付けられている。 ワイヤレス充電のほか、スマホとマルチメディアとの連携機能も持たせている。縦型の大型モニターを採用した BZ3 のインテリア。エアコン、音楽、トランク操作などの操作機能はこの大型ディスプレイに集約されている。同時に、エアコン、音楽、トランク操作などの操作機能は大型ディスプレイに集約されており、 音声認識機能の採用も相まって、利便性と先進性を大幅に進化させたのも見逃せないポイントだ。ライバル車はテスラモデルさん。BZ3 の独特な形状のステアリングを握り、これからテストドライブに臨む際の筆者。そこで、早速北京市郊外の駐車場内でテストドライブしてみた。まず、 BZ3 の車内に乗り込んですぐにわかるのがセダンモデルならではの着座姿勢。SUV の BZ4X とは明らかに違う低さなのが印象的で、ステアリングホイールも BZ4X がノーマルな円形型だったのに対し、BZ3 はスクエアな形状のステアリングなのが特徴的。 BZ3 のボディサイズは全長 4725× 全幅 1835× 全高 1475mm ホイールベース 2880mmBZ4X の全長 4690× 全幅 1860× 全高 1650mm ホイールベース 2850mm に対して全長が長く、全高が低められているあたりがセダンモデルらしい。想定されるライバル車は同じくセダンモデルのテスラモデルさん。全長 4694× 全幅 1849× 全高 1443mm ホイールベース 2875mm となるのも納得だ。 セダン好きな担当だが、BZ3 の動き出しは、以前に試乗した BZ4X と比べても BEV らしいスムーズで静かな立ち上がり、アクセルをじんわり踏み込みながら、徐々に加速していくと十分に力強い加速を得られるのも BEV の良さだろう。セダンモデルである点で SUV の BZ4X とは、 また違った走行性を実感できた BZ3 のテストドライブ。つなくまとめられた仕上がりだった。BZ4X よりも低重心で、セダンらしいハンドリングと走行性能が体感できた。BZ3 の開発コンセプトは家族や友人と一緒に楽しめる。ファミリーラウンジとのことだが、それがよく現れていると実感。 日本円で360万円はコスパ良し。BZ3 のリアビュー。リアバンパー周りは空気抵抗を減らす形状を採用しており、それが CD 値0.218達成にも大きく寄与しているようだ。この BZ3、中国国内での販売価格はベース車両で189,800中国元、約360万円。 テスラモデル 3FR 社が中国国内では22万9000中国元約440万円。BZ4X の日本国内参考価格は FWD で600万円。4WD で650万円となっており、リース販売のみのため参考価格となる。価格競争力はかなり高いと思う。内装やドアパネルに若干。 プラスチックが多用されていて若干ライバルに比べて弱いかなと思える部分があり、コストダウンの形跡が見られるものの、それ以外の内容を考えると十分にコストパフォーマンスは高い BEV だと思う。乗り味は全く問題ないと個人的には感じており、セダンタイプの EV が少ない日本にもぜひ導入してもらいたい。 この辺りは三者コラボの成果が出ている部分なのだろうと思わされた。